NKVD 命令第593号、または、ハルビン居住者に関する NKVD 命令は、ハルビンで生活し、中東鉄道が満州国に売却された1935年の後に、ソビエト連邦に再移住した中東鉄道のかつての職員の逮捕と起訴を統制していたニコライ・エジョフによって1937年9月20日に署名された。その命令には登録された25,000人のハルビン居住者の大部分はかつての白衛兵、亡命者のスパイ、ファシスト組織、かつての政治家などであり、日本の諜報機関のために働いていたと記述されていた。13カテゴリーに属するすべてのハルビン居住者の逮捕の実行を命令した。また、挙げられたカテゴリーに属さない人々は、直ちに鉄道及び産業に関するすべての仕事から排除されるとした。命令の第10節では、エージェント募集のために、ハルビン命令の使用を推奨していた。逮捕されたハルビン居住者の家族は、NKVD 命令第486号によって、処理された。その作戦は12月25日の期限を超える時間を必要とした。人権団体、メモリアルの収集したデータによれば、48,133 人のハルビン居住者が弾圧され、そのうち 39,992 人が銃殺刑に処せられた。この弾圧により、ハルビンから帰国したアナトリー・ベデルニコフは、父イワンを銃殺され、母は懲役刑を課せられ、彼自身も修正活動を制限された。同文書の存在自体はかねてより指摘されていたが、2014年にロシアの研究家がロシア連邦保安庁に問い合わせたところ、機密扱いとして公開を拒否した。しかし、ウクライナのウクライナ保安庁に問い合わせたところ、同年7月に機密解除してインターネット上に公開していることを明らかにし、正式に存在が確認された。ロシア当局が未だに機密扱いしている背景には、2014年、クリミア危機以降の第二次、ウラジーミル・プーチン政権下による、スターリン時代を含むソビエト連邦の再評価が背景にあるとされる。AB、外敵作り団結変わらぬろ、1937年、エジョフ機密書簡が示すもの、産経新聞。2014年11月20日号8面。ありがとうございます。